熊谷僧は、ランカー厚森僧族に分類される多年僧の一種。大きな花をつけ、扇形の特徴的な葉をつける。和名の由来は、厚森僧と共に、膨らんだ形の神弁を、昔の武士が背中に背負った頃に見立て、源平合戦の熊谷直ザと一の谷の戦いで、彼に撃たれた平厚森に当てたものである。熊谷僧は、 北海道南部から九州にかけて分布する。低山の森林内、特に竹林、杉林などに生育し、大きな集団を作る。草丈は40センチメートルくらいまで、葉は耐性するように2枚付き、それぞれ扇形の特徴的な形をしている。花はその間から伸びた茎の先につき、横を向く。花弁は5枚の細い楕円形で緑色を帯び、 新弁は十センチメートルに大きく膨らんだ。袋状で白く紫褐色の模様がある。新弁の口は左右から膨らんで狭まっている。熊外層の地下茎は石管が長く全長はしばしば一メートル以上になる。適地であれば自由栽培が可能ではある。日本では環境省によりレッドリストの絶滅器具通類の指定を受けていて多くの都道府県で レッドリストの指定を受けている。絶滅危惧ツールイジュリンギに自生する熊外草の群落、熊外直ザネの古地である埼玉県熊谷市では、有志が1979年に熊外草保存会を結成。庭園の生敬園などに植栽したが根付かず、鉢植えなどを除いてたえ、保存会は2014年に解散した。台湾産の台湾熊外草。 キプリペディウムフォルモーサヌムは、地下茎が短く、鉢植えが可能である。ありがとうございます。